コーヒーいる？え、飲んだ？え、飲んで飲んで。なんでさ、若干ほえてるしさ、開いてんの？マジで。え、ちょ、親切し、飲みやすいようにしただけ。本当？え、本当本当。旬だよりがなめてる。いや、関節キスとか笑ってない。本当に。いや、本当に。信じをします。はい、OK。はい。どうも、旬です。こんにちは。ゆかしです。こんにちは。お久しぶりです。はい、ということで久しぶりにゆかしと撮影ということで、え、本当にめっちゃ久しぶりだよね。うん、そうだね。2週間前ぐらいに、4週間ですね。4週間前ぐらいにご飯食べた以来だもんね。はい。そんな久しぶりでもないか。すごい嬉しい。はい。私も嬉しいです。あ、よかったよかった。はい、今日はゆかしが大学1年の時に参加したインターンについて聞きたいなと思うんだけど、はい、ゆかしは今まで20社ぐらい合計インターンをしたわけじゃん、うんうん、その中で初めて来たインターンが、まあ、長期インターン、海外インターンっていうことを聞いたんだけど、うん、それについて今日はお聞きしたいなと思うんだけど、なんていうインターンなの？そのインターンの名前は、武者修行プログラムっていうインターンで、まあ私はね、このプログラムに行って変態したんですよ。そうなんだ、変態したんだ、うん、え、どういう風に変態になるの？どういう風に変態になるの？変態のイメージ、多分作り合わせなきゃいけないかなって思ってるんですけど、まあそういう、しゅんくんがイメージするような変態ではなくて、新しい自分に生まれ変わるみたいな意味での変態で、はいはいはい、あ、なるほどね。そうそう、さなぎが蝶に変わるみたいな、その、うんうん、そういう姿を変態っていうふうに言うんですけど、はいはい、私はね、その田舎超芋女子みたいな感じから、うんうん、自分でもなんかこう前にこうドスドスこう行って、なんか新しい挑戦してもいいんだみたいな感じで、うん、まあ、行動力のきっかけをくれた感じのインターン。なるほどね、そういう意味での変わった変態したっていうインターンなんだね。はい、え、どういう概要なの、それは具体的に。概要としては、舞台はベトナムのホイアンっていう、はいはいはい、世界遺産の都市なんですけど。そうなんだ、はいはいはい、3人から4人で1つのチームを組まれるので、でそこでプログラムを運営している会社がやっているマッサージ屋さんとか、はいはいはい、あと飲食店とか、はいはい、語学学校とかいくつかあって、はい、でそこのさまざまな部署を任されて、そこの売り上げの目標を達成できるようなビジネスの施策を出して、実際にこう試行錯誤して結果も起こすっていう。なるほどね、じゃあ本当に事業のなんだろうな、立ち上げじゃないけど携わって結果を出すっていうところまでやる。そう、そういう感じです。まず一つ目は横のつながりが大きいっていうことかな。なるほどね、うんうん、横のつながりっていうのはどう具体的に？まあ、その武者修行に参加する子たちって、うん、まあ、それなりにビジネスとしてみたいとか、うんうん、自分を変えたいとか、そういうやっぱ意識とか欲求がすごく強いから、はい、大学とかだと、まあ、真面目な話とか心の底から話せるような友達ってなかなかできなくて、まあね、そういうのを話せる友人ができたりとか、はいはいはい、まあ、1年生で行ったからさ、まあ、年上の人が多くって、うん、そういう人たちに、まあ、例えば自分が就活生になった時、その人たちは社会人だから就活のサポートとかめちゃめちゃしてもらえたりとか、ね、その子をね、すごく継続的に応援し合う友達ができるっていうのはめちゃめちゃ確かにね。2つ目は、うん、ファシリテーターがめっちゃ優秀っていうことです。なるほどね、ファシリテーターっていうのはそのインターンに参加した時についてくれるなんかメンターというかアドバイザー的な人。そう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 でね、他のインターンと圧倒的に違うのって、このメンターの種類が2パターンあることで、うん、通常のインターンってこうビジネスに対してこの施策はなんかこう実効性ないよとか、もうちょっと予算確保しなきゃだよみたいなことを言ってくれる人が多いんだけど、うん、もちろんこのファシリテーターもいてめちゃめちゃ優秀、はいはい、でもう一個がチームビルディングの専門のファシリテーターがいて、はい、やっぱね、チームで、ビジネスをやるプログラムだから、うん、なんか仲間割れとか、 なんか上手にコミュニケーション取れないこととかめっちゃあって、そこに対してこういうことをしたらいいよとか、うん、完全に崩れかけてきたチームをこうまた元に戻すっていうことを一緒にやってくれるような、まあ、チームワークとかに対して働きかけてくれるようなファシリテーターがいるっていうのがめちゃめちゃ心強い。なるほどね。3つ目は、うん、アジア新興国でインターンシップをやっているそのプログラムでの受け入れ者数がナンバーワンっていう。なるほどね。でもゆかしがね、大学1年生の時とかはまだまだ卒業者も少なかったから、うん、変態って書いてあるポスターしかなくて、そうだよね、ちょっとえ、何これって感じだったんだけど、うん、今はね、大学の単位を認めてくれるプログラムにもなっていて、はいはいはい、立教大学と島根大学と、うん、修行に行くと単位がもらえるっていうシステム、
いいねそれ。そう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 。じゃあなんかちゃんとしたやつなんだ。そう、ちゃんとしてます本当に行った後にね、分かる、あ、これちゃんとしたプログラムだ。へえ。じゃあそれがちょっと一種のきっかけになったみたいな。そうだね、今のゆかしを形成して、うん、本当にそう。あ、よかった。変態とはそういうことです。なるほどね、はい、変態したんだ例えば英語力がなかったら、いけないのかとか、特別な能力とか意識がないといけないのかっていう懸念があるんだけど、うんうん、この部分はどうかな。必要なのは本当に変わりたいとか頑張りたいっていう意思だけで、うんうん、で英語力に関しては、うん、まあ、そもそも英語力を使うっていう部分が大きく、まあ、プログラム中には2つあるんだけど、はいはいはい、1つ目がインタビューとヒアリング、うんうん、でこれはどういうことかっていうと、ベトナムで欧米人観光客向けにやることがすごく多いのね。なるほどね、はいはいはい、だから現地に観光に来てるお客さんはみんな英語を使うから、その人たちに自分たちの仮説をぶつけてみて、その仮説がの妥当性を知る。バンチ、うん、バンチ、うん、って感じで、うん、だからそこでまず英語力が必要、はいはいはい、あとは、プレゼン、うん、プレゼンは、日本人に対してもベトナム人に対しても、あとは普通に英語を使う人たちに対してもするので、うんうんうん、そのプレゼンテーションはオールイングリッシュ。なるほど、ね、だから使う。だけどヒアリングもプレゼンも練習しておけばいいし、聞き取れなかった内容もレコーディングしておけばいいから、そこにおいては、まあ、英語力がそもそもできない、英語あんまできないって人に対しても、まあ、こう英語を頑張るきっかけにもなるし、確かにね、そうチームに、ね、できる人が、ね、いるから、大体。なるほどね、うまいことなってるんだ。そう、じゃあゆかしはちなみに英語できたの、その時は。いや、私はね、本当に、まあ、センター英語みたいなもので、はい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 、だから聞くとかできないし、うん、そもそもあんまり、うん、人前でこんなに喋れるような人じゃなかったから。あ、そうなんだね、うん、すごく大変だったけど、まあ、武者修行経ってからは、まあ、結構まあ普通にね、今こうやって動画に出られるぐらいまで喋れる。確かにね、立派にね育ったね。ありがとう立派にね育ったね。ありがとう地方学生とかは、うんうん、そういうなんだインターンとか周りがしてないからしにくいと思うんだけど、うんうん、そこの部分とかってなんかあるの、サポートとか。そうだね、でもそもそもだけど武者修行は本当に北海道から沖縄までいる、はいはいはい、東京とか大阪が多いのは事実だけど、うん、本当に全国各地に行って、うん、東京で研修とかがたまにあったりするんだけど、うん、交通費だけでも高いのに泊まらなきゃいけないのかなって思うじゃん、はいはいはい、だけどもう友達ができてるから、友達に泊まったりとかできるよね。そうそうそう、あとは武者ハウスっていうシェアハウスがあって、はいはいはい、でそこは、まあ、1泊1000円から1500円で泊まったりすることができるし、まあ、入居者がいなければそのまま入ることができるから、地方の大学休学して1年間東京でインターンしながら生活するとかになった時でもそこに住めばいいし、こんな田舎でまで説明会やるのっていうところでも武者修行生がもうたくさんいるから、やってね、うん、そうだ、多分金沢大学とかにやってると思う。めっちゃやってた、うんうん、経験した人が支部長とかになって、うん、そうだね、その武者修行をいい感じで広めてるから、うん、そうだね、あ、やっぱ武者修行いいんだなっていう風にふわーっとは知ってた、うん、けど今日の話聞いて、あ、やっぱいいんだっていう風に思ったわ。だから大学 1,2 年生とかほど参加してほしいってことだよね。そうだね、本当にそう、うん、ゆかしは大学1年の時に参加して、それがきっかけで今のゆかしになったってことだよね。そうですね、もちろんでも大学3年生とか4年生で参加する人も多くって私が参加した時は大学1年生は4人、はいはい、なんか一気に派遣される人数が、はいはいはい、まあ、25から30人ぐらいなんだけど、4年生とか院生が3人ぐらい、はいはいはい、で1年生が4人、あとはほぼ全員3年生。これまでエントリーシートかける内容なかったから頑張ること作りに行きたいみたいな人も全然いる。なるほどね、確かに1、2年生も参加してるイメージがあるって、そう、まあ、3年前とまた変わってるかもしれない。そうね、うん、本当に1、2年生も今多いって聞くんで、はいはいはい、ぜひこの動画を見ている1、2年生、3年生、4年生、ぜひよかったら興味がある方は下の概要欄に応募フォームとかがあるのでぜひ参加してみてください。はい、ということで今日の動画は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。じゃあな。じゃあな。